はい、こんにちは、カズボウです。ポケットモンスターサンドムーンムーバンジョやっていきたいと思います。前回ですね、ここにいるね、スイレンの試練達成しました。そしてね、水ゼット手に入れてね、ヨアシという魚がいたんですけど、全然弱くないヨアシのね、ボスを倒しました。そしてね、釣り竿をもらったので、ヒンバスを連れてきてくれというね、方がいたので、そこにヒンバスを連れていきたいんですけど、釣りをやればいいのかな？ポケンライドしたんですけど、違う、釣りしたい。これなんかセットできるよね、絶対ね。あ、これもしかして。ここじゃできない。あ、待ってね。なんで今の A って。あ、そういうことか。あ、なるほどね。自分でできないんだ。はい、コイキング。はい、捕まえましょう。これなんかいきなり投げても捕まえそうです。嘘。これこそ学習装置でね、鍛えなくちゃいけないポケモンですよ。はい、捕まえました。むやみに跳ねてすぐ襲われるが、コイキングのおかげで多くのポケモンが生き延びられるという前さえになるってことやね。じゃあまた後でね、ギャラドスにするとしまして、これびっくりマーク出たらね、手上げればいいんですよね。ここにはヒンバスいないかな。とりあえず違うポケモンを見たいんでね。はい、来た。お前か。珍しいの釣れまで当てみます。釣ってたらハートの鱗釣れましたね。これ確か持ってたら進化しませんでしたっけ？あんま記憶ないんですよね、自分ね。ハートの鱗。綺麗なハートの形のとても珍しい鱗。渡すと喜ぶ人もいる。これ確かね、そうですね。なんか持ってたら、なんかあれですよ、守りの小判ってなんだっけ？これいいよ。お金2倍もらえるって、これ装備しといけば。いいね、これね。ってことは、ゴンベと併用したら4倍もらえるのかな？ 1 万2000とかもらえるかな？ 3000 とか。いいか。まだコイキングじゃないだろうな。全然違うの出てこないね。他んとこかな。ヤングスがね、レベル20になったら進化しますね、これね。違うポケモンと入れ替えたいな、じゃあ。デカグース。これいた。デカグース聞いたことある。これ、新ポケモンじゃないね。これね。ビンゴ。これビンゴするとなんかあるんですかね。コラッタやラッタが好物なのに。コラッタとラッタが好物なの？昼行性のため？中高生か。中高生のため、出会えない忍耐強さが自慢のポケモン。じゃあ変えたいな、ポケモン。これ変えられないもんね。新しいポケモン捕まえればいいだけの話なので。
やっぱ弱しとかってレアなのかな、あれ。デカグースになったからね。これでもうヤングースは使わなくて済むのでね。何回かやってるんですけど、コイキングしか釣れませんね。お、大きな真珠。これも確か進化するために必要だった気がする。まあ、取っといて損はないですよね。はい。ああ、コイキング。もう、違うとこ行ってね、違うの釣れたらね、まあ、そこから再開しようかなと思います。はい、普通にね、弱しが釣れましたね。これ、貯めたらあの大群になるよね。大群だっても図鑑には埋まらないのかな、これ。驚かすとかだったら、あ、11かレベル。11だったら倒しそうなの、これ。でも29とかあるもんね。あ、倒しちゃうわ。弱しいますね、ここに。ここですね。まあ、上の方っていうか。まあ、同じ場所なんですけどね。初めてですね、コイキング以外釣れたのが。まあ、釣り竿を変えたらね、トサキントとかあんなも釣れるんでしょうかね。これで釣れるよね、おそらくね。あははい、とりあえずね、送ってもらいました、ついでにね。また行こうと思います。次は、カキの試練、ベラ火山公園ですね。あの、上の岩ボコボコした場所かな。そうでした。お花牧場のウソッキーはご覧になりました。あ、あそこが行けんのね。あの子たち、悪さをしていたから、水 Z を使って Z パワーでちょっぴり懲らしめてあげたのです。あれもなんか捕まえられるような気がする。あなたの水 Z にどんな反応をするのか気になりますね。まあ、水弱点ですからね。まあ、ちょっとね、釣りをやってからそこ行こうかなと思うんですけど、まあ、ここのね、ヒンバス。このね、学者さんみたいな人が。科学者かな？ヒンバスを何卒お願いしますということでね。まあこれぜひとも釣り上げたいんですけどね。なので回復してね、ちょっとそこまでやってみようかなと。この辺りね、回ればいるんじゃないかなと思うんですよね。どう来た？トサキント。あ、ここでドジョッチもいるな、おそらく。倒しちゃいそうだけどな。レベルが差がありすぎるんだよな。あ、いいか。モンスターボール使えば。捕まるでしょ、トサキントだったら。はい、捕まりました、トサキントです。これはもうずっと昔からいるポケモンですね。ヨゴテリーもね、そろそろこれ進化するかなと思うんですけど、3回進化するみたいなんでね。はい、これもアズマ王になりますからね。まあ、そのうちになった時に紹介しようと思います。角の長さ、ヒレの美しさに魅せられ、トサキントしか育てない。これオツなトレーナーも多いのだ。オツだよね。ボックスに送りましょう。なんか違うの釣れるかもしれないんでね。まあ今ここなんですけどね。まあここで入り口の方ですね。まあいろんなとこ回ってね、釣ってみてね、まあ、ヒンバスが釣れるまでやろうかなと思うんですけどね。お、ヨーテリーが進化するみたいですね。まあ、なかなかハートの鱗5個ぐらい取ってもね、やっぱトツァキントとコイキングと弱ししか出てこないですからね。ドジョッチと、なんか見たことあるな、これ。ハーデリアンに進化した。
これか、ムーランド。この次に進化するのって。主の命令に忠実。だが、下に見ている相手の言うことは絶対に聞かない。中堅ポケモン。とんでもない。まあ、これはじゃあ、初じゃなかったのかな？まあ、捨ててみますけどね、またね。他の場所行ってみようかな。あ、トサキントですね。また違うの出てくるまでやってみたいと思います。草むらにね、ニョロもいましたね。ニョロもはちょっと捕まえてないんで捕まえます。これはね、結構進化するポケモンなんで、まあ、いきなりまた投げる。レベルのね、差がね、また著しく離れてるので、まあ、捕まらなかったらコラッタとかでね、削って捕まえてもいいんですけど、やっぱ削らないと無理だよね。これも3回進化するんですけど、3回目がね、ちょっと変わってんですね。このモンスター特殊なんでね。違う。ポケモン。こらった。まあ、クロバットとかも連れてきましたけどね。まあ、倒さないとは思いますけど、電光石火だったらね。あー、なんか次倒すかな、どうだろうな、微妙だな、あの HP は大丈夫かな。おお、危ない危ない、ちょうどいいパワーだ。ヨロモ、おお、ここで呼ばないでくれ。よしよしよし、まあ、ヨロモ2匹出てきたところでね、2匹捕まえられればいいんですけどね。まあ、このポケモンは2回捕まえる必要がありますね。あれ、一発。それ4つあるんですよね、これね。まだまだ歩くのが下手。トレーナーになったら毎日歩く訓練をしてあげよう。あ、これ手持ちに加えよう。手持ちのハーデリアでいいかな、とりあえずは。はい、とりあえずね、相当や、もう1時間ぐらいやってたんですけど、1時間やったんだけどね、出てこないですよね。あの、ヒンバスとドジョッチがね、どうしても出てこないで、いるんかな？いるとは思うんですけどね。なので、先進んじゃいましょう。まあ、お守り小判を持ってればお金が2倍になるみたいなんでね。まあ、それもいいんですけど、ここだね。これ捕まえなくちゃない？もしかして。嘘嘘。あ、逃げた。なんだ、戦ったら捕まえたの。おかしな木は襲いかかってこず、ロイヤルドームに向かっていった。ロイヤルドームって。水の Z パワーを思い出したのか、ウソッキー走り出したね。サンキュー、通れるようになったお礼にこれをあげるよ。神秘の雫、なんだこれは。ウソッキーたちロイヤルドームで鍛えるのかな？知ってる？ロイヤルドームではバトルロイヤルができるんだぜ。はい、6番道路来ました。ストレートストリート。あーっと、待った。じゃあどうしようかな。お金もらえるね、これね。持ち物、ちょっと、そっか、持ち物か。ここでできるんだ、そういえば持ち物ね。これ入れ替えんのか。まあ、ピチューがね、まあ、手入れしたりしたら進化するんじゃないかなと思って、もうそれしかないので、確か愛情注ぐのかな、やっぱり。なのでね、あ、これだ。で、これ複数のに持たせてね。まあ、これでいこうと思います。卵もね、まだ時間かかりそうなんですけどね。まあ、うろうろしてたら呼ばれるんじゃないかなと思うんですけど。はい。短パン小僧のアントニーといえば、アローラ地方に俺一人だぜ。
タンパコ童貞一人しかいないかな。アントニーが一人しかいないのかな。本当にアントニーって名前だし。お、ブビー。まあ、そろそろ。まあ、今一つだけのレベルが違うんだね。おしゃまりがね、一回置いてきました。ちょ、レベル高いんでね。あれすぐ入れ替えても進化すると思うんでね。お、ヤングス。まあ、これは入れ替えて、コラッタあたりがね、20いくつだろう。結構もうそろそろ進化すると思うんですけどね。まさかね、前のラッターがボスだったのに、次はあんな弱しのあんなでっかいの出てくると思いませんからね、自分もね。おお、いいね。命中率下がった。ああ、電光石火で一発勝負、いけ。よし、オッケー、倒した。これ、デカグースになりましたかね。お手入れ、いいね。アローラでただ一人の俺に勝ったんだから、お前すごいぜ。まあ、こんな感じでね、進んでいけばいいんじゃないかなと思います。よく考えれば、お前も世界に一人きりだな。ちょっと待ってよ、すごいじゃないか。そこに気づいたのに、まだすごいじゃないかっていうね。この下りがずっと続くんだっていうね。お、いた。俺、ブリーダー。ポケモン育てて増やすっす。ウィリアムだって。なんか名前がちょっとね、洋風になってきましたね。お、ウソッキーだ。これウソハチが進化してるウソッキーかな。まあ、欲しいけどね。あ、お水がいない。まあ、ニョロモ。ニョロモがいる。ニョロモ使ってみようか。うん、水鉄砲でね、なんか倒そうな気がする。水弱点なんですよね。よし。水鉄砲。ああ、やっぱり、レベルが物言います。おっと、危ない危ない危ない。同じ17なの。やっぱ進化前と進化後はちょっときついですね。違いますね。じゃあ入れ替えようか。どうしようかな。やっぱ複数ローで行くのかな。まあ倒せなくはないんですけど、面倒なんでね。ついばむ。はい、効果抜群な。まあ、これでもよかったんですけどね。はい、ニョロモが18になったと。雨乞い覚えた。まあ、雨乞いは覚えた方がいいんかな。泡いらないか、じゃあ。とうとうニャヒートさんにもらったポケモンは早いですね、やっぱりね。俺ブリーダー負けてごめんす。1360。お金が貯まると。なのでね、まあここはカットします。俺ブリーダー預かり屋さんおすすめっす。そうか。ん、なんかいけるな、こっち。なんか裏に来ちゃった。お、寝言を見つけた。あ、これ眠るの後にね、眠らされた後寝言を使うとダメージ与えられるとかね、そういうあれですよね。まあ、こういう場所を覚えておくの。ここもなんか珍しいに出てくるんじゃないかな。おお、泥バンコ。
お、電磁波覚えたい。まあ、悪だくみでいいか。やっぱり愛情足りないのかな。お、なんだ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 。ムヒヒウン、そこのポケモントレーナー、ちと手を貸してくれるのか。こっちじゃ。よよよ、ケツ向けんなよって言う、メレメレのポケモントレーナーじゃないですか。こやつらポケモン泥棒だが、お主知らいなのか。覚えている。そりゃそうだろう。わらわはハプー。都会はすごいの。ポケモン泥棒が堂々と街をうろついておると。ふむ、そなた一人任せるぞ。泥棒じゃねえよ、ビジネスじゃねえか。メレメレでしくじってアーカラに飛ばされて負けるもんですか。メレメレでしくじるものがアーカラでね、成功するのかって逆なような気がするけど、だんだん強くなってますよね。のスリープ、前のあれですね。じゃあね、まあ驚かすが効果抜群だけどね、まあ、効果抜群でやりましょう。まあ御三家がね、だいぶね進化したら副スローだけ取っといてね、まあ他のポケモンもね進化はその方がねできるんで。はい、倒しました。おお、だいぶ強くなってますね相手もね。すっからかんだわ。はい、コラッタがね進化してほしいんですけどね。いっぱい失敗、涙酸っぱいじゃないですか。不安満、不安定だ。ムヒヒュー、バンバドロ、こやつらを踏むのか。バンバドロ、これあのあれじゃん、なんだっけ、ドロバンコの進化系じゃない、違うかな。よしやれ、後できちんと洗うでな。俺ら逃げるすか、さよなら告げるすか。もう一度言っておくぞ、相棒がスカスカ言ってるの記憶に残るためだからな。本当に覚えておけよ。ほら帰れるか。ふわわ、そうだ、不安定もいるんだよな。お、自分で戻っていく、よかったの。そなたのおかげじゃ。名前は何というのだ。カズボか、良い名前じゃな。それに何といっても心根の良い戦い方じゃ。わらわも目的のためあちこち島巡りをしておる。またどこかで会おうぞ。助けてくれたお礼もしたいしな。ヒヒュー、ビババウンとかなんか言うんかと思ったけどね。そうだカズボ、バトルロイヤルをしてみるといいぞ。そなたの強さなら大丈夫とバンバドロも言っておるのでな。バンバドロすごいねあれね。バトルロイヤル、下も行けるし、早く早くロイヤルドーム行きたいろと。まあ待て待て待て、まあ待て待て。ここお得な掲示板、歩けば一緒にいるポケモンが懐きます。懐くと進化するポケモンもいたりします。まあね、クロバットですよね。これはロイヤルアベニュー。まあ、ロイヤルアベニュー行く前に一度下回ろう。ね、全部回りましょう、今回はね。次回そこでいいでしょうな。あなたのポケモン鍛えた方が良さそうね。まあ、下は別に行かなくても大丈夫なのかな。じゃあ、戻るためだからね。なに、強いかもしれない。大人のお姉さん、レイコが勝負仕掛けてきた。お、カラカラだ。これは姿変わらないですね。チューがね、そろそろね、強いんでね、当たらなかったし。あれ？葉っぱ当たんないのか、これ。そんなことないよね。なんて立派な。お姉さんが教えることなんてもうナッシング、先に言ってよ。
じゃあちょっとピチュー先頭にしようか。あ、これだ。呼び出しますか。はい、ケンタロス。頑張れ。不思議な雨。なんかいるな、ここ。あ、アゴジムシ。久しぶり。だいぶレベル高いんじゃないか。これレベル20で進化しましたね、これね。同じ電気なんだけどな、電磁波。当たらなかった。おい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 。ちょっと待った。落ちた。待って、こんなとこで初か。まあいいや。フクスロウ。経験値欲しいから、パックで。まあ、世界元気のかけら使っちゃいましょうか。まああと4上げたらこれ進化しますね、電磁虫ね。あとは、あ、これも初ですね。アローラ、アローラ、トレーナーさんいらっしゃい。ダンサーのマイカが勝負仕掛けてきた。あ、踊り鳥だ。あ、違う。あ、これ進化、なんだ、フォルムチェンジってやつですよね。あ、ピチューのままだった。お、なんか2発でいけるかなっていう感じですけど。おお、ギリだ。はい、レベル上がります。噛み砕くいいですね。フラフラー、なんかいるかな。6番道路、ストレートストリートとね。まあ、こんな感じか。これおそらくまた右行けないんで。ね。私のムーランドはじっくり探すタイプなの。このまま、ハノハノリゾートまで道具を探し集めるんだから、ムームー。ね。これ巻いたところですね。これでね。あれで、お花タウンは4番道路から行くんでしたっけ？いいね、ショートカットできてね。で、ここは空間研究所だって。空間とはなんたらかんたらって書いてある。アーカラ島には3人のキャプテンがいる。それぞれ水、炎、草タイプのポケモンの使い手ですよ。水は倒しましたね。で、まあ、ここはお、ロトム図鑑だ。フェスタークル楽しんでる？あ、これフェスタークルね。ハノハノリゾート。ディグダトンネルってなんだ？いけんのか？あ、なんかいっぱいあるね、これね。あ、次多分ここだ。ん？カズボーじゃないか。ロイヤル。え、ロイヤルなのか、あれ遊びなのかな。こっちはなかなかだね。
トンネルの中じゃポケモンのリグダがてんこ盛り暴れててさ、波のトレーナーじゃ通れないよ。で、島巡りはどうなのさ、ちょいと Z クリスタル見せてごらん。なかなかやるね。水 Z の強さはどう？まだ使ってないです。カズボウとポケモンのつながりなら使いこなせそうだけど。ああ、次はカキの試練、場所はベラ火山公園だね。で、いけないの、ここは。あ、いけないんだ。そうだね。じゃあ、おしゃまり。あ、そっか。Z クリスタル水ってことは、ニョロンボとか使えるよね。水鉄砲。まあ、いいか。それは後に回して、トンネルのマニアとしては、関東のリグダの穴とアローラのリグダトンネルは押さえておきたいポイントです。リグダトンネルなら看板の先にあるよ。まあ、そうですね。今行きましたね。ここは前に来た場所かな？前に来た場所か。あと行ってないとしたら、ここ。ピカピカにしたらクリア。掃除はゲームみたいなもんよ。まあいろいろ回ろう。何かしらアイテムがあるはず。まあ、今回ね、ここら辺全部回ってからね。もうなんだ、今いたな、なんかスカルダンみたいな。ずっと遊んでいたゲームを作れるなんて感激です。じゃあ、素敵な曲が完成したよ。僕はゲームディレクター。ポケモン図鑑が埋まっていくのって楽しいよね。図鑑が埋まったら僕に見せてね。埋まったら見せてね。なんかあるな、これ。覚えとこう。ピッピー可愛いでしょ？工夫たまらん。まあ、おまけみたいな場所か。そうですか。僕たちが作ったゲーム、どの色を遊びたい？黄色。ピーピカチュウ、ピカピカチュウ。あ、作った人らね、島巡りしてるんだ。終わったらおいでよ。それまで僕を忘れないでね。終わったらってクリアしたらか。もっともっとゲームを開発したいから栄養補給をしなくちゃ。遊びに来てくれたあなたにも特別にあげちゃう。お、いいね。まあ、寄り道してね、正解ですね。冒険頑張ってね。はい、頑張ります。まあ、ちょっと遅いんでね。自分1ヶ月経ってからやったので。色違いのポケモンはおよそ4000匹に1人。ルギアのね、色違いとかね、捕まえるためにやってたとかね、昔ありましたよ、自分。お、なんだここは。まあ、おまけですね、これはね、完全にね。はい。スカルダンめ、面白半分でポケモン傷つけやがる。スカルダンの悪事を止めるため、こちらも戦っていいのかしら。エーテル財団では、傷つけられたポケモンの保護を行っております。エーテル財団では、これなんだろうね。ポケモンの幸せとは何だろう。そもそも幸せとは何だろう。僕はワイワイご飯を食べる仲間がいればいいんだけどな。はい、ごきゅきゅ。にょろにょろぞね。まだ美味しい水を欲しがるのか？ HP は満タンだろ。まあ、これは特に何もないですね。これ冒険にはとりあえず関係ないと。まあ、全クリしたら、こういった話かな。まあ、もう覚えておきますよね。全クリしたら来る場所。まあ、そういうのありますかね、これね。なんかそこから冒険が広がればいいんだけど、まあ、大したものなかったりしますからね、こういうのってね。で、空間転移がなんたらかんたらって書いてるんですけど、これは通信とかかな。これ横とかなんかいけそうなんだけど。ほらな。はい、大きなキノコ。結構時間来てますね。回ってロイヤル、なんでしたっけ、ロイヤルバトルでしたっけ。まあ、あなた、空間研究所に行くのね。で、誰でもわかるやね。上は研究所だけだもん。まだ行けない。あなた行くのね。でも博士留守だからまた遊びに来てちょうだいね。はい、行けない。これもしかして通信で前のポケモンとか持ってこれるとかそんなんじゃない？違うかな？まあ、とりあえずはね、一通り回りましたので、で、回ったよね。こっちは来たんかな？こっちから来たのか。で、ポケモン全部倒したので、ここですね。何でしたっけ？ロイヤルアベニュー全然違う。ロイヤル、何？バトルロイヤル？なんか言ってましたね。ということでね、今回ここで終わりたいと思います。次回この右、おそらく次の場所だと思いますので、行ってみたいと思います。で、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。